魚さえおればすぐ飛び込みますね。柵と色が違うの？これがメスですかね。これがメスだった。色が薄いで。ねえ。うん。さっき濃かったけど。なんだろう、裏でカルガモがバタバタやりやがるでね。うん、時々ね、2羽揃うですよ、ここは。ああ、ですか。ええ。うん、よう取ってら。あ、取った。取った取った。魚取ったよ。食べちゃったかな。あ、くらえとるな。うん。メスは来るね。叩いとる。これがメスでしょ、多分。あ、メスだ。うん。メスですよ、これが。あ、メスだ。あの、下がね。うん。赤いでしょ。赤い。うん。飛び込むか。うん。もう松尾池でしっかりとその基礎を叩き込まれましたで、私も松尾池で。かもしれない、ひょっとしたら。あ、まだ行く、まだ取るか。まだ取るかね。まだ取る。またあれ加えると思っていくよ。設定はやったります？あの、そちらの方、連射の。連射になってるんだけど、ええ、防衛にしちゃうと連射の期間になる。あ、中間リング使ってみます？使ってない。ああ、500モールだけども、なんで、なんで。うん、ほんじゃ効かないかんはずですがね。中間リング使うと効かない場合が時々、うん、そういうレンズもあるけどね。200の方は2倍かけていっても連射効くんだ。あ、そうですか。うん。綺麗な絵が撮れるわ。いいでしょう。ここはいいね。うん。桜が入るし、うん、メスがね、オスはスッと逃げるという。ああ、うん、メスは慣れとるわ。うん、赤子はよう知っとるわ、うん。しっかり取るよってなもんね。うん、いや、これはいかんな。
入ったらダメよね。取ったで、まあ行くか、食べるか、自分に。なんだよ、何だったの。こんなとこでやってはいかんがね。取っとる最中やね。先に行った人何で言わねえやろ。まあ、私らはまあ、ちょっと口挟んではまずいと思って、ね。もう一匹来るぞ。あ、怖いんか。あれは、これメスやで来ないわな。オスがね、時々来てね、2匹揃う時がある。あ、母さん、これメスだわ。ちゃった。この音も嫌だな。取ったの？もう一回取るよ。食べちゃったですか？うん、食べちゃった。取った、浮きやつ取った。